はい、どうも、おしです。パンマです。ダッシュです。フォロワー100人に聞いた、はい、おすすめパン屋さんランキングトップ10。ということでですね、 This is 新潟の、インスタグラムから、まあ、アンケートをちょっとやらせていただいて、総勢100人ぐらいから、回答いただいて、で1人、まあ、3件ぐらいもしあったら教えてくださいってことだったんですけど、大体ね100人来て200票ぐらい、おすすめ200件ぐらいか、こういうおすすめのお店がありますよってのが来て、でそれの今トップ10を出したと。これはまあ、視聴者とかね、フォロワーさんちょっと一体型の企画ですから、これもうリアルな声ですから、でね、俺ね今回ね何が良かったかっていうと、みんなねフォロワーさんの地元愛が強い、自分の住んでいる町のここ美味しいよっていう感じか、みんなその地元のここが美味しいんですみたいなね、そういうのをやってほしいみたいなのも感じ取れた、ただちょっとねやっぱりインスタグラムのフォロワー的にやっぱり上の方が下越、ちょっと中越上越が弱かったかなという印象ではあります。ちなみに、女性と男性の比率でいうとどれぐらい？ああそこまで意識して見てない、まあ、アイコンがあるからね。ああ、そうだね、男子でも女性のアイコンしてる人とかいるし、ね、でもね男性も結構来てたよ今回。でインスタってもともとやっぱり女性ユーザーが多いらしいから、でもね俺のっていうか、まあ、This is 新潟のインスタってラーメンばっかりだから結構男性も多いんだよ、ね、半々ぐらいかな体感的には、という、まあ、感じになってます。はい、でトップ10なんでですね、まあ、10位まで出したんで、10位から、はい、じゃあ発表していこうかなと思います。はい、はい、お願いします。では発表していく。もう設定がよくわかんない、びっくりしたなんか俺たちどうしていこうかなではいきます。第10位なんですけれども、はい、対4店舗、はい、ということなんで、実質7位になったかな。同じ票のが同じ票が4店舗あったんで、はい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 、ではそれ4店舗発表していきます。はい、まず1店舗目、はい、秋葉製パン新潟市東区です。でここが、昔ながらのパン屋さんをイメージさせるお店。うん、なんとここは全てのパンが無添加。 お店一押しはカステラサンドだそうです。しっとりふわふわでどこか懐かしさを感じる優しい味、どれもボリューム満点で値段もこんなに安くていいのって感じだそうです。店主の腰の低さに何度も通って応援したくなるお店。おお、いいね。店主さんのお人柄がそのままパンの味に出ているそうです、という感じのお店になってます。食いてえな、カステラ。やっぱコスパいいのとかいいよね、なんかボリュームあってね、値段もそこそこっていう。よし、じゃあ続いて、はい、いきます。波テテさん。波テテ、波テテ新潟市西区、でなんとここは珍しいアフリカパンが食べられるお店。え、興味あるんだけど、どんなパンよアフリカパンって。でしょ、アフリカをモチーフにしたパンを多く取り揃えているそうです。お店の雰囲気も店内のミュージックもコンセプトがはっきり伝わってくるお店作りをしていてとてもいい。パンの種類も豊富で、ピーナッツやドライフルーツを使ったパンが人気。スタッフさんが頭にがっつりターバンを巻いているのが衝撃でつい見ちゃう、だそうです。もうコンセプトがアフリカなんで、アフリカドレッドレゲエが流れてるとか、そんな感じなのかな。気になるの、ナミテテさんです。ナミテテさんね、アフリカにさ、パンのイメージなくない？ないよね。なんかやっぱり個性があるでしょ、ランキング入ってるだけあって、さっきの秋葉製パンもカステラサンドだからね、店主がめちゃくちゃ腰が低くて、応援したくなる、ね。まあ、今僕がこう伝えてるのは、まあホームページだったりとかその口コミを見てのやつなんで、
これ僕個人の感想ではない、そこだけ注意してくださいね、もう俺も行ったことないんで、ネットで集めた情報で今ご紹介してるという感じです。では続いて、はい、いきます。次はですね、サンフォーレット三条市、おお、ここはですね、お昼過ぎでもレジ待ち状態、お客さんが絶えることがない地元自慢の有名店。パンの種類が豊富なのはもちろんのこと、パン以外にもクレープ、ロールケーキ、お菓子なども取り揃えるバラエティ豊かなお店。口コミを見るがおすすめがありすぎて選べない。お、地元の人は一度は必ず行ったことがあるお店、はとなっております。はすごいね、そんなずっと混んでるなんてね、うん、午前中お昼にピークを迎えてってイメージだけど、うん、ここからも混んでるな、なかなかね、うん、では、第7位最後ですね、はい、こちらが、徳之助、徳之助、徳之助二宿、なんか居酒屋みたいな名前だね、うん、ここの代表の渋谷さんはドイツで開催されるパンの世界大会IBA カップ、ローマ字なんで IBA なんですけど、うんうん、IBA カップ2015年の日本チームとして優勝した経歴の持ち主。すごくない？すごいね。人気なのはクリームパンと食パン。あー、いいわ、クリームパン、シンプルなね、うん、口コミによるとですね、うん、今まで食べたクリームパンとは別の次元の美味しさ、いい意味でクリームパンの概念が変わったなど、クリームパンの人気がすごい。はあ、食いて、食いて、え、なんて店だっけ、徳之助です、ね、徳之助、徳之助ね、なんかそういうシンプルなのがうまい店、いいよね、なんかね、うん、まあ、今この言った中でなんか行きたいとこあります？俺はアフリカ、俺もアフリカだった、アフリカ、うん、アフリカなんですね。いやでもなんかクリームパンもちょっと捨てがたいんだよな、食いたいね、すごい食いたい。でも俺動画で訪れたいのはあのお父さんの店、あ、お父さんの店、うん、カステラパン、うん、なんかね口コミ見るとすごいいいこと書いてあったんですよ、なんかね、もう人柄が良くてとか腰低くてとか、接客がすごいいいとか、本当もう地元民に愛されてるな、うん、では次いきます。はい、続いて第6位、6位こちらが5票入ったお店です。こちらがエリザベスタウンベーカリー三条市。三条市多いね、なんかね、うん、ちょっとなんかエリザベスってつくぐらいだっけさ、うん、おしゃれな雰囲気が想像できる、うん、ここはですね、牛乳だけで仕込み、うん、4日がかりで作る風味豊かなデニッシュが人気のお店。デニッシュね。まずお店に入ると種類の多さに驚く、そしてサンドイッチは具材のボリュームに驚く。あ、いいね、いいね、いいね。材料をケチらず贅沢に使っているという印象でクオリティが高いとなっております。はあ、エリザベスタウンベーカリー三条市です。サンドイッチ食いたいよね。サンドイッチ食いたい。そう、贅沢、贅沢なサンドイッチ食ってみたいね。うん、うん、コンビニのサンドイッチしか食ったことない。分かる分かる分かる、まあ、ボリューム満点らしいですよ。じゃあそれではもう続いていきますね、はい、続いて第5位6票獲得しました。はい、ここがですね、栄県、おー、五泉市、おー、五泉市のソウルフードといえば栄県のコーヒーパン。コーヒーパンね、昔ながらの懐かしいパンや変わらない味で根強いファンを持つ隠れた名店、うん、種類も豊富で価格もリーズナブル、うん、そしてですね、ここがちょっと俺も気になったところなんですけど、うん、今亡きナグモベーカリーの納豆コロッケパンのレシピを受け継ぎ販売していると。納豆コロッケパン、うん、ナグモベーカリーっていうの多分確か新潟だったかな、うん、新潟にあるんだけど、うん、この多分納豆コロッケパンっていうのが多分有名だったのね。でそこがもう閉店しちゃって、うん、でそこのレシピを受け継いでこの栄県で販売してると、だからそれも結構口コミに書いてあって、うん、ここがまだレシピを受け継いでやってるんで買いに行きましたとか、やっぱその納豆コロッケパンの根強いファンがいるんだわね。これをねちょっと聞いたんで俺も食いたくなって、この納豆コロッケパンが、うん、全然わかんない、ね、わかんないんだけど、ここは上位ですね。はい、いきます。続いてですね、4位がなくてですね、はいはい、3位タイということで、はい、
獲得票数7ですね。お2店舗あります。はい、1店舗目ラ・ブランジェ・リシェ。うまそうな名前やん。イントネーション合ってる。ラ・ブランジェ・リシェなのかな。なんかこうね、間が空くんですよ。ラ・ブランジェ・リシェ、リシェ、ラ・ブランジェ・リシェとかでいいのかな。うん、こちらが中央区です。その場でクリームを入れてくれるクロワッサンホーンが美味しすぎる。うまそう。きてクロワッサンでは右に出るお店はない、はあ、という噂。はあ、クリームパンも人気で、うん、中のクリームがトロットロにたくさん入って激うま、幸せだそうです。あ、他もクロワッサンなのかな、うんうんうん、ラブランジェリシェは、うん、そしてじゃあ続きまして、はい、タイ3位ね、はい、もう1店舗、はい、ここがですね、いきます。オールザベーカリー。おー、秋葉区。秋葉区訪れましたね。訪れましたね。ここがですね、一番人気、はい、比類なき絶品牛肉カレーパン。うまかった。外サクサク、中はゴロゴロ、うん、牛肉が詰まったコクのあるカレーパン、うん、これを一度食べてしまったら虜になってしまうことも間違いだし、うん、2番人気塩パンも引けを取らない美味しさです、うん、という感じでね、ここはちょっと動画にしたもんね、俺とバンバでね、うんうんうん、食ってないでしょ。食ってない。食いたい。食いたかったもん。あれ見てたよ。カレーパンの概念が変わりますよ。でもどうだろう、カレーパンの中にさ、あんだけこうゴロゴロしてんのが入ってて、うん、別に邪魔になる感じはないんだ。ない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 、ね、ああ、すごいよね、肉厚でね。へー、オールザベーカリーね、うん、まあ美味しかったな。そしてですね、続いて、はい、第2位、もう準優勝、うん、準優勝ですよ。発表します。はい、ブーランジェ・ルクール。あー、東区。厳選した材料と最高級の粉を使用したパン、うん、ベーグルが最高にうまい店。いいね、ベーグル。ベーグルにクリームチーズを塗ってもらうと昇天するらしい。昇天して豚トロソーセージのパンが隠れた人気。豚トロ、うまそうだね。豚トロソーセージ絶対美味しい、ね、絶対うまいやつでしょ。豚トロなんか豚トロじゃないよね。豚トロ、豚トロ、うん、隠れた人気。はあ、うん、でも噂は聞きますよ、この店は、うん、あ、本当、もうベーグルらしいよ、うん、めちゃくちゃ混んでるっていう、うん、俺パンが全然知らねえんだよな、うん、俺も知らない、うん、俺も知らないけど噂が入ってくるぐらい。まあ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 、よっぽどだね、うん、だ今回こうやってだ知らないからさ、調べるじゃない、うん、めちゃくちゃ時間かかって、うん、もうやりたくねえもんいや、知ってりゃさ、ある程度自分の知識でさ、ね、できるじゃん、うん、だからいちいち調べたりとか口コミ見たりとかさ、うん、もうゼロからだっけね、うん、何が有名なのかなとかさ、うん、なんかいろいろこう調べてて、まあ、これすらもう合ってんのかなっていうさ、うん、ちょっと俺も不安だし、うん、あくまでその口コミのところだけとかさ、うん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 、そういういろんなサイトのところから得た情報でしかないからね、うん、いや実際違うんですよ、そこあそこは何々なんですよっていうのもあるかもしれないし、うん、それちょっと分かんないんですけどね、うん、じゃあそれちょっと申し訳ないですけど、なんで大変ですよ本当に。もうやんねん、もうやんねん、もうやらないもうやらないラーメンならやる自分の好きな感じまあそれがまあね、また要望があればさ、うんうん、まあ、やっていきたいじゃないですか、うん、このジャンルやってくださいとかさ、うんうん、ということで、では、はい、栄えある1位、はい、発表しましょうか。お願いします、はい、お願いします。とその前に一旦 CM です。 CM では栄えある第1位、フォロワー100人が選んだ、はい、第1位、獲得票数22票。すごくない？ぶっちぎりです。ぶっちぎり以上。すごいね。第1位はと、その前に一旦 CM です。いやいや、また LINE 漫画とか言ってかもしれない楽天カードマンかもしれない第1位発表するって言ってさ、バンバカさんなんかずっと祈ってんだよ、ね、何祈ってんのか分かんなくて次で3回目やもん別にバンバの名前が出てくるわけじゃねえんだからさはい、ということで
大変長らくお待たせしました。本当だよもう。では1位の発表です。はい、第1位、はい、サフラン。おー、こちらも行きましたね。行ってたね。まあまあ分かってたと思いますよ、みんな、うんうん、出てこねえな出てこねえなとは思ってたとは思うんですよね、うん、ある程度予想はできてたんじゃないですか、うん、やっぱ第1位サフランでしたね、うん、ここはまあ約200種類が並ぶ、うん、パンの大型テーマパーク、うん、新潟市民なら一度は食べたことがあるであろうサフランの美味しいパン、うん、選べる豊富さと何を選んでも美味しいので毎日大混雑である。不動の人気を誇る。そんな種類あるのね。いやすごいよ、もう決めらんないわ、うん、という感じでした。うん、1位は行ったことある人からしたらやっぱり納得感もあるよね。うん、まあ、サフランもねちょっと動画にはさせてもらったんですけど、うん、食べたいけどまだこの前試せなかったのいっぱいあるし、ね、まあね、種類もやっぱり終わるからさ、ね、1回でそんな不安でしね、うん、まあ今10位から1位ですね、発表させていただきましたが、まあ一番気になるところというか行ってみたいなってところは、私は行きたいのはそこですね、お父さんがカステラパンを作ってるパン屋さんで、あ、カステラサンドね、うん、東区かな、東区ね、うん、はい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 。ダッシュは、僕はねアフリカパン気になるね。気になる、気になる。店員さんがなんかごっついターバン巻いてるらしいんだよね。そっちに目がいっちゃうから。だから俺バンバにターバン任せて行かせようと思って。ああ。オッケー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 。まあターバンじゃなくてタオルとかでもいいだろうけど、それっぽくさ。包帯だ包帯、うん。負けじとさ、こっちもアフリカで行くよっていう姿勢を見せる。まあ、そっちがそっちでくれるなら、うん、こっちもこっちで行きます。うんうん、っていう姿勢で行きたいわけですよ。まあまあ撮影許可取れるかは分かりませんけど、うん、でですね、今回の動画は一応このランキングを発表するっていうだけで終わります、うんうん、でここからちょっと全店舗の撮影許可は取れるかは分かりませんが、うん、今発表した10位までのお店全部回っていこうかなと思ってるん で、うん、でそれを全部動画にしていくと、はい、またそれはそれでお楽しみにしていただければなと思います。ということでですね、今回インスタグラムの方の、フォロワーさんにですねちょっとご協力いただいて今回ランキング作らせていただきましたが、またこういうランキングやってほしいとかね、こういう企画やってほしいっていうのがありましたら、うん、DM かインスタ、ツイッターからメッセージいただければなと思います、うん、まあ、皆さんいろんなご意見あると思いますが、まあ、今回みたいにねこういう視聴者とかフォロワーさんの、うん、参加型でみんなで選んでやるっていうのは、まあ、結構リアルだし、うんうん、生の声を聞いたランキングですんで、うん、まあ、ぜひ、まあ、参考にしていただいて、うん、まあ、みんなのパンライフに役立てていただければなと思います。ということでこの動画が面白かった方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ということでまた次回のランキングでお会いしましょう。そしてまた次回のパン屋さんの動画でお会いしましょう。ということで今回はこれで終わります。ではまた。ドローン。